ちは新百合ヶ丘総合病院看護部精神看護専門看護師の中島須磨子です。本日はもしかして認知症と思ったらというテーマでお話しさせていただきます。皆さんは人の名前が出てこないとか、メガネや携帯、お財布など大切なものをどこに置いたか忘れてしまったといった経験はありますか？そのようなことが何度か続くと、もしかして認知症なんじゃないかと思った方もいるのではないでしょうか。あるいはご自身ではなくご家族が認知症かもしれないと思った方もいらっしゃるかもしれません。そんな時どうしたらいいかわからず、今後の生活に漠然と不安を感じて一人でもやもやと過ごしてしまうかもしれません。そこで今回はご自身あるいはご家族がもしかして認知症ではないかと思った時の対応方法についてお話ししたいと思います。まず認知症の定義ですが、獲得した複数の認知・精神機能が意識障害によらないで日常生活や社会生活に支障をきたすほどに持続的に障害された状態のことを言います。つまりいろいろな原因によって脳の働きが悪くなり、今まで当たり前にできていた暮らしがしにくくなる状態のことを言います。認知症の原因となる病気はたくさんありますが、その中でも代表的なものを4大認知症と言います。アルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症です。この中で最も多いのがアルツハイマー型認知症で、全体の7割近くを占めています。病気の詳しい内容については脳神経内科の矢崎部長の健康講座をご覧ください。最近注目されている認知症予備群と言われるものが MCI 軽度認知障害で、ご覧のような特徴があります。この MCI を放置すると5年間で4割の人が認知症へ進行すると言われているため、早期に MCI に気づき対策を行うことで症状の進行を食い止めることが大切です。認知症の症状は中核症状と行動心理症状に分けることができます。中核症状は脳の病変によって直接的に起こる症状で、記憶障害、理解や判断力の低下、実行機能の低下などがあります。これらの中核症状のために周囲で起こっていることを正しく認識するのが難しくなります。行動心理症状は徘徊、暴言暴力といった行動面や不安、抑うつ、幻覚妄想といった精神面に現れる症状です。この行動心理症状はその人が置かれている環境や性格、人間関係、健康状態など様々な要因が絡み合って起こります。さてここで気になるのは老化による物忘れと認知症の違いです。脳の萎縮は一般的に30歳くらいから始まり、60代から明らかになると言われており、年齢を重ねると多くの人は物忘れが増えていきますが、年相応の物忘れと認知症は何が違うのでしょうか。老化による物忘れは体験したことの一部を忘れますが、認知症は体験したことを丸ごと忘れます。また老化による物忘れはヒントがあれば思い出すことが多く、忘れっぽいことを自覚していますが、認知症の場合はヒントを出しても思い出せない、そして忘れたことの自覚がなく日常生活に支障をきたします。ただしこれは認知症の症状がある程度進んだ時の説明で、実際は認知症の症状に最初に気づくのは本人であることが多いです。物忘れによる失敗や今まで苦もなくやっていた家事や仕事がうまくいかなくなるといったことが徐々に増え、なんとなくおかしいと感じ始めます。特に認知症特有の言われても思い出せない物忘れが重なると、多くの人は何かが起こっていると感じます。ではそんな時にはどうすればよいのでしょうか。まず
誰かに相談すること、次に認知症を正しく知ること、そして今まで通りの生活を送ることです。この後一つずつご説明します。まずは一人で抱え込まないで誰かに話してみることが大切です。人に相談することで気持ちも楽になり、良い知恵が生まれるかもしれません。また早い段階から対応することで認知症の進行を緩やかにすると言われています。家族や友人など身近で寄り添ってくれる人やかかりつけ医、すでに介護保険のサービスを利用している方は担当のケアマネージャーに相談することをお勧めします。また介護の経験者が運営している認知症コールセンターや福祉の専門家や保健師看護師がいる地域包括支援センター、保健福祉センター、病院の物忘れ外来など、さまざまな相談窓口を利用することができます。次に認知症について正しい知識を持つことがとても重要です。認知症サポーター養成講座や講演会、家族会などに参加してみるのも良いでしょう。現在は新型コロナの影響でこのような催しが中止になっている場合もありますが、図書館やインターネットを利用して情報を得ることもできます。今後の生活が心配な場合は利用できる制度やサービスについて事前に調べておくと安心につながるでしょう。3つ目は今まで通りの生活を送ることです。たとえ認知症になっても今までの生活が急に大きく変わることはありません。必要に応じて周りの力も借りながら、できるだけ今まで通り自分らしく暮らしましょう。まずは今までやっていたことをやめないでなるべく続けましょう。同じ趣味を持つ人や気の合う仲間との交流は大切です。お仕事をされている方は、物忘れで仕事に支障が出てきたら職場の上司に相談してみましょう。次に体調を整えましょう。食事は食べ物の種類や数、バランスを考えて食べます。運動は少し汗ばむ程度の早歩きを1日5000歩程度、または軽い運動を1日30分程度行いましょう。自分の体力に応じて柔軟体操やストレッチをするだけでも立派な運動になります。水分を十分に摂ることも大切です。一般的には1日 1500ml と言われていますが、心臓などに持病がある場合は主治医の指示に従ってください。それから認知症かもしれないと思うと外出したり人と会うのをためらうかもしれませんが、認知機能低下の進行を遅らせるためには社会とのつながりを持ち居場所を作ることがとても重要です。地域で催されるサロンや認知症カフェ、ボランティア活動などに参加してみるのも良いでしょう。そしてできればそこで何か役割を持つようにすると、自分が必要とされている、人に感謝されているという経験となり、生き生きとよりよく生きることにつながると思います。ご家族や身近にいる大切な人が認知症かもしれないと思った方も、今までご説明したように、まずは誰かに相談することや正しい知識を持つことをお勧めします。ここでは認知機能が低下した方とのコミュニケーションについて少しお話ししたいと思います。認知機能が低下した方とのコミュニケーション方法で有名な理論にユマニチュードやバリデーションがあります。どちらも欧米で生まれた理論ですが、近年日本の医療や介護の現場でもこの考え方を取り入れようとする動きが見られています。ここではバリデーションの6つの基本的態度についてご紹介します。まず傾聴するは、単に話を聞くのではなく、その奥にある気持ちを汲み取りながら耳を傾けます。共感するは、表情や呼吸、姿勢など感情が現れる部分を観察し、仕草を真似ることで価値観を共有し、会話をスムーズに進めます。評価しないは、違いますよ、ダメですよと言葉や行動を評価したり否定したりしない。また、そんなに怒らないで
などと感情を抑え込もうとせず、ありのままを受容します。その他、誘導しない、嘘をつかない、ごまかさないといったことがあります。バリデーションでは全ての行動に意味があると考えます。そして感情に寄り添いながら言動の奥にある本当の訴えを探ります。これは相手を尊厳を持った一人の人として尊重することですから、認知症に限らず全ての人とのコミュニケーションの基本と言えると思います。次に、認知機能が低下した時に見られることが多い場面とその対応を5つ挙げてみました。同じ質問や訴えを繰り返す場合、本人の世界に寄り添い初めて聞くように話を合わせます。感情に焦点を当て、本当に望んでいることを探りましょう。話の語尾をオウム返しすることで、聞いてもらえたと感じて安心し、繰り返しの発言が減ることもあります。財布が盗まれた、大切なものがなくなったという場合、それは困ったわね、〇〇がないと大変ねと本人の気持ちを受け止めましょう。そして一緒に探して、できれば本人が見つけ出せるようにすると良いでしょう。誰かが自分の悪口を言っているという場合、本人は嘘をついているわけではなく、本当にそう感じて悩んでいます。まずは否定せず最後まで話を聞きましょう。気持ちを受け入れ、安心感が得られたら気分転換を図り、話題を変えてみるのも良いでしょう。気持ちが沈んで今まで楽しかったことに何の興味も湧かない場合、うつ状態の時は頑張ってと励まさないのが鉄則です。頑張っている自分を分かってくれないと感じるからです。励ましやアドバイスをしたくなる気持ちを抑えて、ご本人の話を十分に聞きましょう。興奮して大声で怒鳴ったりする場合、病気のために感情のコントロールが難しくなったり、不安や苦痛をうまく表現できないことがあります。説得は逆効果です。お茶やお菓子など好きなものを一緒に食べながら話を聞きましょう。もし興奮が収まらないようなら、一旦その場を離れて落ち着くのを待つのも良いでしょう。最後に、認知症になった人から全ての人たちへのメッセージをご紹介したいと思います。認知症の診断後に前向きになれたエピソードは何ですかという質問に対しては、周囲の理解や協力、新しい役割が見つかった、好きなことを行う、自分でできることがあるから、他者との交流、サービスの利用といった回答が得られました。これから認知症の診断を受けるかもしれない人や家族に伝えたいことは何ですかという質問に対しては、認知症になっても生きていける、なんとかなる、考えすぎず隠さず伝える、他の人を頼る、楽しいことを見つけ続ける、大切なことは書いておくといった意見がありました。人生100年時代と言われるようになりました。人は誰でも長生きすれば認知症になる可能性があります。たとえ認知症になったとしても、安心して自分らしく暮らせる世の中になることを願って、今回のお話を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。